自分の携帯が自分の家にかけてるっていう、すっごい回数バーって。こっちに来るってなんかおばあちゃんが言ったんですって。ボコ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 ってなんか言ってるじゃん。だから番号で言うと、はい、なんか最近あこんな話なんだと思ったのが、はい、IMALUさんって分かります？はい、さんまさんの娘さんですよね。小さい頃大竹しのぶさんお母様もいらっしゃって、あとそのママ友とかあと子供たち何かこう集まって、何か家族集まって、当時あの20年以上前なんでコックリさん流行ってた時で、はい、大人も含めてみんなでコックリさんやったらしいんですよ。すごいっすよね。結構ぶっ飛んでますよね。はい、で何回も何回もやって、うわ動いたって結構盛り上がって、で終わりました、みんな帰ってきます。たらその日を境に家の固定電話に変な電話がかかってくるんですって。でもしもし出るとガチャって切れちゃう無言電話なんですよ。うん、でまたかかってくる、ガチャって切れちゃう、すげえかかってくるんですって。うん、でこれよく考えたらさ、こっくりさんやってからだよね、うん、って話に気づくんですけど、やっぱりその芸能人でもあるから、なんか、ね、怖い電話だったらどうしようってことで、うん、はい、逆探知して、この番号が一体どっからかかってきてるのかっていうのを調査会社に依頼したんですって、うん、お母様が、うんうん、したら2週間ぐらいかかりますよって。2週間も来たんですって、その依頼内容、調査内容ですね、封筒に入ってて、で見たら何時何分バーってすごい回数あるんですけど、そのかけてる犯人の番号が書いてあるんですよ。全部同じ番号で、それが大竹しのぶさんの携帯電話の番号だったんですって。おお、なるほど。うん、いつも別にかけてないんですよ、うんうん、かけてないんですけど、うん、なぜか自分の携帯が自分の家にかけてるっていうのがすごい回数バーってあって、でもちろんこっちに発信できるのがないんですって。なるほど。でも着信の方だけこうやってバーって全部この番号ですよ。ってんだ。でそのことがあったから、やっぱ気持ち悪いねって言って、やっぱ大竹さんって女優さんで憑依女優なんて言われたり、そういう霊体験多いらしくって、困ったら相談する結構有能な霊媒さんいるらしいんですね。うん、で方に来ていただいてお払いをしたら、その電話がピタッてやんだんですけど、それもね、すごいですね。それでやむっていうのも、なんかじゃあそうだったんかいって思いますよね。そうですよね。いろんな会談する人から、間違い電話でおばあちゃんからかかってくるっていうのを結構聞いたことが僕あって、はい、なんか間違い電話なんですよ。要は何々さん何々さんっておばあちゃんが電話出ると言ってると、でいや違いますよって言って、切ると。でそれが結局夏の時期にかかってきてるんで、なんかそのお盆だからなんか呼んでたのかなみたいので、僕が聞いた話だと、その A さんとします、まあ、名字 A さんとしますけど、 A さん A さんでしょって言って、いやあの名字違うんで違いますって毎回それを切ってたんですけど、ある時何年目かにA さん A さんなんでしょう、いや違いますよって言ったら、 A さん A さんこっちに来るってなんかおばあちゃんが言ったんですって。だからそれはなんかお盆の時期だからそれを呼んだのかなっていうこととともに、その A さんっていう名字が、その人の旧姓なんですよ。結婚して名字が変わってたんですけど、その偶然があるのか、そして知ってたとしたらすごい気持ち悪いなみたいなお話っていうのは聞いたことがあって、でもなんかお盆の時期にかかってくる謎のおばあちゃんからの間違い電話っていうのは、結構いろんな方がなんか体験者の方が多いみたいで、投稿いただいてる中でもいろんな人が体験してるっていうのは実際になんか自分は感じてますね。それは電話っていう何かそういうなんかあるんですかね、別の世界とつながるっていうツールなんですかね。なんか昔あれ俺なんか急に思い出しちゃったんですけど、電話かかってきてこうなんか電話越しがハボボ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 みたいななってるんです。ボコ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 ってなんか言ってるじゃん。お前どこに誰だお前みたいな言ったら、これ調べたらダムの底に埋まった町 でそこからなんか電話がかかってきてたみたいな聞いたんですけど、これカットでお願いします。いやカットかどうかお前が決めんだよ。紹介していた町の電話番号から電話番号から、はい、かかってきてたみたいな、はい、でも実際にマネージャーその話も僕ももちろん知ってますし、あと、まあ、ダムの心霊スポットでロケをしたことがあって、はい、いろんなことあったんですけど、
でそのディレクターさんと僕のマネージャーさんがやり取りした時にマネージャーが着信あったと思ってかけ直したら、いやかけてないですよ、あそうですか、すいません、でも着信あったんだけどな、あでも留守電入ってますよみたいな感じで、はい、で留守電聞いたらまさにゴボ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 ってずっと入ってて、もう2分ぐらい、なんかその水の音みたいなものが残るっていう話も結構ありますよね。水あれあったよね、電話番号って本当不思議だなと思ったのが、はい、ちょっと先輩の名前で亡くなった方なんでちょっと名前は伏せますけど、はい、有名なお笑い芸人さんが僕の先輩にいて、はい、もう亡くなってしまってるんですけど、まあ、すごい慕われてたんですよ。でみんな慕ってるから僕もそうなんですけど、亡くなっちゃってるんだけどなんかメモリーから消せないってあります、ありますよね。わかります、わかります、わかります、わかります。亡くなってるんだけど、はい、例えば親だとか、はい、友達とか先輩とか本当に消してしまうと本当その存在がなくなってしまう気がして消せないってあって、でもう亡くなってしばらくした後に僕の知ってるある後輩がお笑いで悩んだんですね、はい、でその時に本当面倒見んで、はい、みんなの相談によく乗ってくれる先輩だったんです、はい、だその後輩がやっぱふと思い出すんです、はい、ああこんな時いつもなんとかさんに相談してたんだけどなんとかさんはもういないんだもんなって思わずその番号をこう出して、はい、でこの番号だったなってことで見るわけですよ、なんとかさんで、なんかこうつい弾みでこう通話ボタンポンって押してみたんですって、うん、そしたらプルルルってかかったんですよ。ああかかっちゃったかかっちゃった、一個パニックなんですけど、でもまあまあね、次の方が電話番号ね、うん、引き継がれてるんでかかることあるじゃないですか、はい、でやばいやばいってこう切ろうと思った瞬間に、はいもしもしって出たんです、あやばいやばいやばい、あすいません、以前ごめんなさい間違いなんですけど、この番号っていうのが僕の先輩で何々何々さんっていう方が使ってた番号だったんで今思わず懐かしくて電話してしまったんです、すいませんでしたって言ったら、向こうの人がはいって変なリアクションしてて、あすいません間違えちゃったんです、え間違いじゃないですよ、私名前まる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 ですっていう全く同じ名前の人が、すごいなすごい何なんですかね、うん、これは別にその例とか一切関係ないですけど、なんかその名前に縁がある番号なのかとか、うん、そんな偶然ないですよね、すごいですよね、え俺だけこんな驚いてんの、いやこれ、はい、やばいですね、ちょっと今回ごめんなさい、あとちゃんがね、はい、話をしてくださってそうだ誰が話したかもう忘れてた、分からんようなって忘れちゃってた、ちょっとなんかここに立たないとみんな結構喋れますよね。そうなんですよ。これ、そうなんです。これいらないんじゃないかって思うぐらい喋れます。いるよ。でもこの話があったからこそね、終わった後にみんなあどこでいるわけである、うん。はい。毎回ねこうやって生贄を一人ね作ってですね。そうですね。このトークを楽しむための生贄ですからね。血塗られた体ですよね。これ。血に見えてきましたからね。まあでもね、はい、こういう形でやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、この番組では視聴者の皆様からですね、身の回りで起こりました不思議な体験随時募集しております。こういったね怪談師揃っております。一生懸命話をねさせていただきますので、皆さんふるってご応募ください。お願いいたします。というわけで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。